皆さんこんにちは、白石翔吾です。この度僕の過去のアルバム The System Theory と The System Theory Vol. 2、この2枚がダウンロード&サブスク配信リリースされることになりました。CD としてはファーストの The System Theory は、2014年の11月、 System Theory Vol. 2の方はですね、2018年9月にリリースされてます。なのですでにこのアルバムのことを知ってくれている方もたくさんいらっしゃると思いますが、最近になってこのカフェオチャンネルをご覧になり始めた方もたくさんいらっしゃると思いますので、改めてこの2枚のアルバムを当時を振り返りながらお話しさせていただきたいと思います。どうか最後までお付き合いください。よろしくお願いします。2014年以前ですね、アルバムを作ることになったきっかけはいくつかあるんですけれども、ここカフェオレーベルに来る前から、いろんな、バンドをやったり、いろんなボーカリストさんとかですね、アーティストさんの、サポートをやっていたんですけれども、それまで僕は、編曲とかアレンジとかをその中ですることはたくさんあったんですけれども、なんかその中でのただのギタリストでしかなかったことに、なんかすごいこうモヤモヤを感じていて、こうバンドの中で一番こう評価されているのって、やっぱりこう作曲を曲を作る人とか、詞を書く人とか、そういう人なんじゃないかなっていう印象を、僕はちょっと思っていました。その中で僕だったらもっとこうするのにとか、自分だったらもっとうまくやれるのになとか、自分も作る側としてもっと、主張していきたいっていう気持ちが出てきました。自分がギタリストとしてだけでなく、アーティストとして評価されたいなっていうふうに思ってたんですね。バンマスとかプロデューサーとか、周りの人が結構年上ばっかりだったっていうこともあって、結構舐められたりすることも結構多かったんです。自分の意見が結構通らなくて、もう聞かれる前からもうダメだっていうふうに言われることも結構あったりして、その度にいつもこう自分の中で何くそとか、いつか見返してやるぞっていう気持ちがいつも芽生えてましたね。あと、いろんなアーティストさんと一緒にやってると、やっぱり、当たり前のようにこう自分の作品をやっぱり1枚必ず持ってたりとか、 CD を作ってたりとか、そうする方が多かったんで、僕もいつか、自分の作品を作ってみたいなっていうふうに、思っていました。あと決め手になった出来事がもう一つありまして、いつだったかな、2012年ぐらいだったかな、あるアイドルのサポートでライブをやっていたことがあったんですけれども、結構もうステージングとか動きとか、プロデューサーの人とかからもうガチガチに決められていたりして、もうその通りに一生懸命練習していったんですけれども、ギターソロになった時にですね、自分の一番のギタリストとしての一番の見せ場のギターソロになった時に、お客さんが誰も自分のことを見ていなかったんですね。ギターソロになっても、そのアイドルの子にの方をみんなお客さんがもう見てるのが、もうステージ上から分かってですね、ああもう一人でやっていこうっていう風に思いましたね。そんな思いの中から、それから1年間ぐらい曲をたくさん作っていきました。自分のなんか好きなように、いろんな思いがある反動から、もう人ともう違うことをやってやろうと、もう真逆を自分は行くんだっていう風に心に決めましてですね、いろいろ曲を作って、デモを作っていきました。2013年ぐらいにですね、このカフェオレーベルに、スウォングループのサポートで、よくレコーディングしに来てたんですけれども、その時はまだ本当に月に1回か2回来るかぐらいのことだったんですけれども、自分のデモをですね、ある時に、原さんに聞いてくださいと、それでこう聞いてもらった時にですね、これは素晴らしいと、これはぜひうちで出そうというふうに言ってくれましてですね、それでもう飛び上がるぐらい嬉しかった記憶がありますね。帰ってから、一人で祝い酒をした、記憶があるんですけれども、ファーストアルバムの The System Theory は、自分の中で頭の中でストーリーがありまして、そのストーリーに沿って曲を書いていました。ある男がですね、砂漠の中に迷い込み、数日間出られずにいるんですが、
砂漠の中にそびえ立つある宮殿にたどり着きます。それで彼はそこに住む様々な奇妙な住人たちと出会って、こう自分自身も成長していって、自らを取り戻して変わっていって、後にその宮殿の王様になるというこういうちょっとまるで神話のようなストーリーだったんですけれども、僕はもともと映画音楽とかゲーム音楽がすごい好きで、バックの音楽が気になってストーリーが全然映画とか見てても入ってこないぐらいのことがよくあったんですけれども、なのでストーリーに沿ってこう曲を作ってみたいっていう思いがずっとあったんですけれども、僕にとってこう作曲っていうのはこう絵を描くようなことだったんですね。なので曲を作る上であんまり歌を歌うっていう風な発想はあんまりなかったんですけれども、インストの音楽というのは僕にとってはすごく自由度の高い音楽だと思っていて、歌だと詩によってイメージが制限されてしまうところがすごくあるんですけれども、インストだと逆に音楽からたくさんこう言葉が生まれてくるものだと思うんですね。言葉の壁がない分、聴く人によってそれぞれのイメージを持ってもらったりとか、それぞれの景色を思い描いてもらえるので、そういうところが、僕はインストの魅力だなと思っていて、ずっとそういうことがやりたいと思ってました。もう自分の頭の中にあるものを表現するためにはもう、片っ端からもう何でもやってましたね。実験的な音作りをしたりとかっていうこともたくさんやってたり、やりたかったのは基本的にはロックではあったんですけれども、もう高音セクションもたくさん入るし、もうキーボードもギターも何本も重ねたりとか、アンビエントな音とかですね、ちょっとストリングスっぽい音とかも、そういうのももう何でも、やってました。当時、ジャズとかをたくさん聴いてたっていうのもあるんですけれども、こうテーマがあってアドリブがあってまたテーマに戻るという曲もたくさん作りましたし、ビッグバンドをロックでやってみたいなっていうのがすごくあって、こう変わる変わるいろんな人たちがこう目まぐるしくこうテーマをこう変わり番組にやっていくようなですね、そういうようなのを思い描いてたんですよね。特に、ライブで必ず演奏してたアクトオブザキングとかドワーフの踊りとかですね、そういったところがそういう曲なんですけれども、ユニゾンでメロディーをたくさん何本も入れたりとか、ハーモニーもたくさん重ねてみたりとかしましたね。ドラムとホーンセクションは、昔からの、バンド仲間に頼んだんですけれども、それ以外はもうほぼ自分で全て、レコーディングしました。ピアノもシンセもギターももうエレキも何本も入れたし、アコギももう何本も自分で弾きましたね。時空の扉という曲があるんですけれども、これも音のコラージュだけで作ったような曲なんですけれども、4トラックのカセットテープのレコーダーを久々に引っ張り出してきてですね、アナログでちゃんと逆回転の音を作ったりしてましたね。今ではもうそんなのダウ上で数分でできてしまうんでしょうけれども、僕の場合はそうやってコツコツと、アナログな作り方をする方がなんか性に合ってたので、すごく楽しんで作った曲があります。とにかくもう一人でたくさんダビングしまくって、こう自分の思い描く、世界をこうなんとか形にしようと、必死でした。そういう風にしてたくさんたっぷりと時間を使って、原さんにマスタリングもお願いしまして、1年ぐらいかけてようやくアルバムが完成しました。アルバムがリリースされてからですね、あんまりライブをやるっていう発想はなかったんですよ。この音楽が、自分の作った音楽がライブでまさかこうできるわけがないっていうふうに思ってました。一曲にも何十テイクも重ねてるものもありますので、それをライブで再現するっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですね。リリースした後にこういろんなラジオとかですね、インターネットラジオとか、地方のラジオとかにも、かなり呼んでいただいたんですけれども、そこで紹介してもらうたびにですね、ライブやらないのとか、今後ライブの予定はありますかとかっていうふうなのは結構当たり前のように聞かれたんですよね。ライブ見たいなとかいうふうに言ってくれる方もすごく多くてですね、
なので、ああそろそろじゃあライブやった方がいいのかなっていう感じでですね、前向きに考えることにしました。まあ、ライブやるにはメンバーが必要なので、レコーディングしてもらったメンバーは、いたんですけれども、それ以外にもうちょっと必要だったんで、メンバー探しを始めたんですけども、これがなかなかうまくいかなくてですね、というのもこう当時自分がやるんだったらどんなライブかなって考えた時に、こう何が起こるか分かんないようなライブをやりたいと、何だったんだろうこれみたいな風に思わせたいという風な気持ちがあったんで、こう人がやらないようなことをやってみたいと、こう最初から最後までこうつながっているようなライブをしたくて、決まってるとこは決まってるけど、こう、その時によって演奏がどん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 こうアドリブで変化していくような、そんなような、ライブがしたかったんですけれども、あ面白そうだねやってみようよとかいう風に言ってくれる人ってなかなかいなくて、どうしようかなと思っていたんですけれども、まあ、なんとか、昔からのミュージシャン仲間をこう呼んでですね、飲みに行ったりとかなんなりして、自分がこういうのやりたいんだこういうのやりたいんだって一生懸命伝えて、メンバーが見つかりました。そのうちの一人がずっと何年も一緒にやってきたザ・スウォングループの大園隆二だったり、やっぱりなんだかんだ昔の仲間が少しずつもう一回こう集まってきたっていうような感じですね。でそんな感じで、2015年からライブ活動が、スタートするんですけれども、初めてのライブはとても今でも記憶に残っていて、このアルバムの世界をそのままこうステージに持っていったようなライブだったんですけれども、だん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 こうお客さんの顔がこう変わってくるっていうのが分かるんですよね。ステージでこうやって弾いてて、すごく自分たちの方に今こう引きつけてるっていうのがすごく実感できて、その時がもうたまらなくこうゾクゾクした記憶がありますね。自分がメンバーの中心になってライブをやるっていう経験っていうのはその時初めてだったので、あこういう感じなんだという喜びを実感できたっていう経験でしたね。これだったらなんとかライブ続けていけるぞっていうことで、そっから、約3年間ぐらいはライブ活動してました。結構メンバーは流動的だったんですけれども、その時にやりたいメンバーとか、その時にあこの人が必要だと思ったメンバーは入れていったりとか、どん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 ステージングも曲もこう変化しながら、今回はこの曲をちょっと半分ぐらいだけやろうとか、今回はこの曲のイントロだけこうやって引っ張ってこようとか、インストだからそういう自由な曲の構成の仕方ができるのがすごく楽しかったんですけれども、ライブの最初から最後までこう目まぐるしく場面が変わっていくようなですね、こう映画を見てもらうような、舞台を見てもらうような、どん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 場面が変わっていったらもうあっという間にライブが終わっているというようなですね、そういう風なライブの作り方をしてましたね。そんなことをしながらだんだん次のアルバムのアイデアが決まっていきました。ライブ活動を始めてから1年後ぐらいにですね、地元の小田原へ引っ越しました。田舎なのですっごい自然が多いんですけれども、小さい頃とかは当たり前のように周りにこう自然があって、それが綺麗だなとかって思うことってあまりなかったんですけれども、一回そこから離れてみてですね、また数年してこう戻ってくると、改めてああ海綺麗だなとか山綺麗だなとかっていう風に思ってました。すっごい気分が良くて開放的な気分になってたんですけれども、そんな感じでこう暇さえあればいろんなところに行ってたんですけれども、山の中を歩いてたらですね、こうメロディーがやっぱり自然に浮かんでくるんですよ。進んでいくとこう歌になっていくのかな、なんか一人でそんな風にしてると、まるでこう自然のこう精霊たちが歌いかけてきてくれてるんじゃないかと、そういうようななんか気分になってですね、自然の生命力っていうんですか、なんかそういうのすごく感じたんですよ。聞こえてきたメロディーというか、浮かんだメロディーというのを覚えておいて、早速こう家に帰ってギターで弾いて、曲を書き始めましたね。これでこう次のアルバムのコンセプトが決まりました。次のテーマは自然でいこうと。
今こう聞いてみるとファーストと比べてやっぱりこう影が取れたというか、明るく光が差したようなイメージが全体的にありますね。やり方はファーストアルバムに近い感じで、一人でコツコツとこう録音しながら作っていたんですけれども、ライブ活動をしてた時期に作った曲も、かなりあるんで、曲ができたらこうライブで試してみたりとかっていうのも結構してたんで、バンドサウンドな感じが結構、多くあると思います。そんな風にしてセカンドアルバムも出来上がっていったんですけれども、こうミックスして曲をこう並べて改めて聴いてみた時にですね、結構尺が短かったんですよね。この時間だとちょっとアルバムとしては短すぎるなっていう風に思いまして、ファーストアルバムの頃に書いた曲がありまして、でそれはファーストアルバムのコンセプトとはちょっとずれたのでストックとして残しておきました。でそれをボーナストラックみたいな感じで最後に1曲入れようと思ったのがグラントグリーンという曲なんですけれども、その時もこのカフェオレーベルで、いろんなお客さんとかとやらせてもらってたんで、ベースの木村さんとドラマーの友蔵さんがいました。で確かその日も、何か別のレコーディングだったと思うんですけれども、スタジオに入ってごめんちょっと俺の曲1曲やってくれっていう風に言って、もう完全にトリオで、一発録音の、音源でしたね。ほぼワンテイクかツーテイクで OK だったんじゃないですかね。かなりすごいプレイを2人はしてくれたので、そんな感じで、セカンドアルバムが出来上がりました。改めて、この2枚をですね、今日、車の中でここへ来る途中聞いてきたんですけれども、まあ自分で言うのもなんですけれども、よくこんなものができたなというふうに思いまして、またシステムセオリーボリューム3が、出せる日が来るといいなと思って、今コツコツ頑張っているところです。やりたいことはまだまだいっぱいあるんですけれども、ファーストアルバムのこう完全再現ライブとか、こうセカンドの完全再現ライブとかっていう風なのも、曲順もアルバム通りのまんまで、最初から最後まで通しで、やってみる、そういうなんかこう演劇的というか映画的な、そんなライブもちょっと、1回ぐらいやってみたいなとか、そんな風なことを、思いながらまた聞き返していました。また作品は作り続けていくと思いますので、楽しみに待っていてくれたらと思います。というわけで、ザ・システム・セオリーとザ・システム・セオリーボリューム2、こちらがサブスク&ダウンロードで配信されております。この機にですね、ぜひ聴いてもらえたらと思います。 CD の方もこのカフェオレーベルショップから販売もしてますので、CD でもぜひ聴いていただけたらなと思っております。詳細は下の概要欄から、ご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。今回はじゃあ、僕の2枚のアルバムの、深掘り動画でした。皆さんありがとうございました。